ヤワタ通りの東端27市通りとは、愛知県岡崎市ヤワタ町の岡崎市道ヤワタ町に合戦で、催される朝市の通りである。また、27市通りは、ヤワタ通りとも呼ばれている。ヤワタ町の27市は、福岡町の38市などとともに、岡崎市を代表する定期市であり、岡崎観光きらり百選に選定されている。十七市は、 毎月か一桁の数字が2と7のつく日に八幡通りで催される。その起こりは戦後の闇市に始まる。第二次世界大戦中、岡崎空襲により、岡崎市中心部の商店街の多くが消失。終戦後、東岡崎駅前から明大寺町にかけての通りに集まった闇商人が交通の障害になる状況にあったため八幡町に移された。 それらを母体に誕生した中央マーケットが、1952年に、厚生町のたつき百貨店と本町の中央マーケットに分かれて、再移転した後に、八幡町に人を集める手段として、八幡町発展会が、露天商組合と共同で、1955年12月12日から、2と7の日に市を出したことから27市が始まる。岡崎市内のみならず、 遠方からも、露天商がやってきて出店し、聖火や乾物などの食料品のみならず、医療品や植木なども扱われた。1971年からは27市開催日は、岡崎警察署長の交通規制によりいわゆる、歩行者天国になった。1955年の初1以来開催され続け、2006年3月に27市50周年を記念して、 八幡町一丁目交差点北西角へ、結びつきの日のモニュメントが建てられた。このモニュメントに表現される風になびく二つの帯が、中央の玉に結びつくイメージは、二十七市に集まる、人々の素朴な出会いと結びつきを表現している。二十七市通りの歩道と車道はすべてレンガ時期であり、見た目にも、当該区間が二十七市の通りであることがわかる。中央線や、 停止線なども、レンガで作られている。ありがとうございます。